グイマルのピラミッドグイマーのピラミッドは、カナリア諸島、テネリフェ島のグイマルに6基ある階段状の構造物。ピラミッド型をしている。モルタルが用いられておらず、溶岩を用いて建てられている。グイマルのチャコナ地区にある。これらの構造物は19世紀に完成し、その起源としては、近代農業技術の副産物である、可能性がある。同じ手法。 同じ素材からなるピラミッドは、テネリフェ島のあちこちで見られる。グイマルにはもともと9基のピラミッドがあったが、現代まで残っているものは6基だけである。1990年、ノルウェー人冒険家かつ出版業者のトールヘールダールは、テネリフェ島のディアリオでアビオス紙に掲載された、フランシスコ・パドロンの記事、カナリア諸島の本物のピラミッドを読み、カナリアのピラミッドを意識するようになった。 ヘイエルダールはエジプトと中央アメリカを結ぶ太陽間リンクが存在すると仮定していた。ヘイエルダールはグイマルのピラミッドに興味を持ちテネリフェ島に移住した。そしてそこでエジプトと中央アメリカの先コロンブス期に存在した墓地としてのピラミッドとカナリア諸島の階段上構造物の間にアリュール類似性に関して研究した。ヘイエルダールは カナリア諸島のピラミッドが古代エジプト文明と古代マヤ文明との間の時間的、地理的中継点であると仮定し、歴史家、秘境者、考古学者、天文学者、そして歴史愛好家の間に論争を巻き起こした。1991年、カナリア諸島天文物理学研究所に所属する研究者であるフアン・アントニオ・ベルモンテ・アビレスラは、 グイマーの階段上構造物の中には、長辺が下地と東寺を示すものがあることを示した。それらのピラミッドの主教改壁は、下地の日の入りを示し、西側の段が東寺の日の出の方向になるようになっていた。また、東寺の日に最も大きなピラミッドの段の上に立つと、二重日の入りを見ることができる。最初の日の入りが山の影になった後に、再びその山の後ろから出現し、 近隣法の後ろに隠れる日の入りがもう一度起きるからである。しかしながら解釈の余地を考慮に入れても、これらの観察だけではピラミッドが建造された日時や目的について結論づけることは不可能であった。2005年、アパリシオとエステバンによって、グイママイナスのピラミッド、神話と現実と題された本がスペイン語で出版された。アパラシオとエステバンらは、 ピラミッドのイタリテンへの方向づけはフリーメイソン象徴主義に由来する可能性があると提案した。この著者らはイタリテンはフリーメイソン象徴主義において非常に重要なものであり、このピラミッドが建てられた時代の土地所有者自身がフリーメイソンであるとした。この動機は神秘的なものに過ぎず根本的動機である農業及びピラミッドの 建造年月には何ら影響を与えなかった。1991年から1998年にかけて、トールヘイエルダールの同意のもと、ララグーナ大学選手学、人類学、古代史学部の考古学者たちによって、何回か発掘調査が実施された。1996年に、1991年の発掘調査の結果が学会で発表され、 1998年に出版された。発掘調査によってピラミッドの年代を示す根拠が示された。先行する地球物理学的地中レーダー探査によりピラミッド付近の8地点はそれぞれの面積は25平方メートルであるが皇室の溶岩床に至る層が調査された。そのような手法により3つの明白な堆積層があることが明らかとなった。上部から 以下の通りである。多くの植物の断崖や根を含む、腐食度からなる、約20センチメートルの層。後期による痕跡が明白に特定でき、年代を容易に測定可能なものが多いことから、この層は20世紀後半のものである。第一層と類似しているが、不要度なリ分が少なく、小さな石をより多く含む、約25センチメートルの層。 その年月を19世紀から20世紀に同定できる様々な発掘物があり、その中でも1848年の政府印象は特筆すべきものである。25センチメートルから150センチメートルの厚さの層で小さな火山岩からなる。この層は1回の操作でできた可能性が高い。この層によってさらに火層の不揃いな石が水平になっているからである。 この石はごくわずかな発掘物しか含んでいない。大半は小さな陶器のかけらであり、地元のものもあれば輸入されたと見られるものもある。どちらも19世紀のものと推定されている。ピラミッドは創医学上、この三つ目の底の層の真上にあることから、ピラミッドそのものの建造年月日は最も古く見積もっても19世紀より古く遡ることはできない。さらに、 ピラミッド群の中のあるピラミッドの境界のもとに天然の溶岩洞が発見された。溶岩洞は壁で囲まれ、グアンチェ族の時代の人工物が溶岩洞から出土した。ピラミッドは創意学的に洞窟の上にあることから、西暦600年から1000年の間のものであるグアンチェ族の出土品は、この洞窟が人間によって使用された日時を信じするものでしかない。 上述の探索によってピラミッドそのものは19世紀以前のものではありえないことが示されたグイマーのピラミッド発掘に関わった考古学者たちは工作可能な土地の石を除去する際階段上に石を積み上げたことでこれらの構造物を作り出した19世紀郊外に住んでいた人々の活動の結果として階段上構造物が出現したという説を支持している。 ヘーエルダールはこの構造物が無計画に積み上げられた石ではないと主張している。ヘーエルダールは死ぬまでピラミッドとグアンチェ族とが関係しているとする彼の自説を信じていた。このグアンチェ族とピラミッドの関連性があるとする説はより手の込んだ形となって今もピラミッド公園及びその公式サイトで掲載されている。アパリシオとエステバンの説は19世紀に ピラミッドが作られたという事実と、それらが単なる意思積みでないという認識を結びつけている。1998年の発掘調査終了の後、ピラミッド周辺の6万5000平方メートルの地域は誰でも訪れることができるようになった。ヘイエルダールは彼の友人であるカナリア諸島の実業家、フレッド・オルセンから財政的援助を受け取った。オルセンは、 カナリア諸島で最大の運輸会社を経営しており、20世紀にノルウェーからカナリア諸島に移住してきたのである。A インフォメーションセンターでは、来訪者たちにヘールガールの研究旅行とピラミッドについての彼の以前からの着想に関する情報を提供している。二つのパビリオンはヘールガールと彼のボートの模型、RA2 の原寸大模型や、 それ以外の冒頭に関する展示を含む。すでに略実されたところのピラミッドの都市付に関する結論があるにもかかわらず、ヘイエルダールはピラミッドの実在とテネリフェ等の先スペイン気文明の関連性の可能性についての自説を持ち続けた。グアンチェ族の洞窟で見つかった発掘物は博物館の中で非常に大きくした写真で展示される。一方、 19世紀に輸入された陶器に関しては、イラストもなく、掲示板に内略が言及されているだけである。ありがとうございます。